19時46分をもって当該機の燃料枯渇および宮古島北西海域においてこれまで発見された機材らしきものの状況から総合的に判断し航空事故と該定しました。現在1秒でも早く搭乗していた隊員全員を救助するため海空自衛隊の艦艇航空機海上保安庁の巡視船をもって引き続き全力で捜索救難活動を継続していきます。状況については防衛省において確認中です。いずれにせよ人命救助最優先で取り組んでまいります。今把握しているのは以上です。